はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、金水館の上皇と勝手に宮島マスターのみなごんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、包ヶ浦でバーベキューっていう企画で、はい、いい景観ですね、はい、最高最高。ちょっと風強いけど、うん、風に負けずバーベキュー楽しんでいこうかと。いや、もうめっちゃお腹空いたので楽しみめっちゃ歩いたもんね今日。はい、うん、で、ちょっとねバーベキューして、楽しんで終わろうかなと。終わろうかな、違うか、楽しんでいこうかなと思います。はい、でね、まあ、バーベキューしながらね、いろいろ、ここのね、包ヶ浦のお話とかをねしながら、うん、できればいいかなと思うので、ちょっと準備していきます。はい、はい、ここに炭を入れていくんですね。そうそうそう。おお、すごい。火がなくなるの悲しいですね。おっと、もうその話題に行きますか。溜めながら、思い出にふけりながら、うん、まだこれは引かない方がいいです。まだまだ、まだまだ、全体的に。まだまだ。さあ、今日の食材のご紹介を。はい。はい、みなごんサンチェ。サンチェ、ありがとうございます。サンチェ大好き。はい、なんと、すごい簡単な焼肉セット。へえ。そんなあるんだ。めっちゃカットしてあるから、楽ですね。はい、個人的に食べたかったが、シシャモ。え、シシャモいい。はい、1割引きの黒毛和牛。黒毛和牛、1割引き。先に焼こう、鶏肉。鶏肉、鶏肉で、ちなみに私2回当たったことあります。生で食べた肉を。しかも2パック780円って書いてあったんだけど、2パックもいらんけ、1パックしかなかった。あと豚トロ。え、めっちゃいいじゃないですか。結構たくさんあるでしょ。あと花丸ソーセージ。おお、かわいい花丸ソーセージ。広島。おお、鹿が来た。え、これ食べないんですか、鹿は。鹿に食われるかもしれんけ、気をつけながら。ですよね、うん。で、いや、とりあえずしまっとこう。お酒飲みたくないですか。今日はちょっとマジでしんどいわ。しんどいですよね。しんどい。お酒飲みません。だからしんどい。え、しんどいっていうのはお酒飲んだらしんどいってことですか。そう。あんだけ頑張ったのに。頑張ったね。飲みたい。頑張ったね。飲みましょうよ。マッコリ飲みたいですよ、マッコリ。俺ビール飲みたい。え、飲みましょう、ビール。いいかな。はい、いいですかね。今日飲まないって決めてたのに。行くか。行きましょう。飲むか。行きましょう。じゃあ、まっこりまっこり。しょうがねえ。やった。いや、やっぱどうせ出すの俺なんでしょ。じゃあ乾杯しましょう。ちょ、え、もうする？なんかつまみもなしで行く。確かに、ちょっとお肉くらいなんか焼きたいですね。これ切る。あ、そうしましょう。花ソーセージ。はい。この花ソーセージはちょっとあまりのせて、なんでこっからのこっち。今のなんかちょっと編集してなんかこういう風にするみたいな、今なんかシチュエーションがダイレクトにこう。トントロとか多分先に焼いとくと、あ、いいと思うよ。いいですよね。うん、こうやってね、やっぱお酒ですね。乾杯。えぇ、乾杯。普段はこんなんじゃありません。動画用です。あー、やばい、飲んでしまった。あ、美味しい、美味しいわ。うま。あったかいですか。うん、冷たかった。分厚いもん、これ。分厚いし、めっちゃ端っこやん。でも美味しいわ。スパムみたい。スパムみたいですよね。美味しい。だから子供の時に食べたよりも美味しく感じる。多分焼いてるからだ。美味しい。これ普通に卵焼きとスパムでおにぎり作ったの絶対美味しい。あ、スパムじゃなかった、花ソーセージで、うん、花ソーセージ美味しいね、俺好きなの。いくらくらいですか、これで。ん、いくらくらいですか、1個。いくらだったっけ。なかなかいいお値段する記憶はあるけど。うんうんうん、美味しい。あー、最高だわ。いい感じに油が落ちてきたぞ。控えめに行って最高。花ソーセージてて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 。でもなんかいい感じになってきた。そう、何回も鶏肉でお腹壊したっけ。鶏が一番ね、食中毒起きるけどね。ですよね。うん、普通に生で食べちゃうんですよ、私、鶏肉。うん、なんか味見とか思って料理中食べちゃって、それで大体お腹壊した。しかも私アホなのが、生って分かってるのに食べれるんですよ。うん、おう、その心は。だからこう、例えば料理完成しましたってなって、うん、料理がお皿に盛られてる状態で生だったら食べないんですけど、うんうん、自分が作ってる時ってあったかいじゃないですか、うん、だからなんか麻痺しちゃって食べちゃうんですよね。ほう、
それは良くないね。良くないです。あれか、ちょっと待ってよ。どうですかね、そろそろいけるかな。何が？トントロ。トントロもいけるんじゃないかな。食べてみていいですか、うん、こっち側に火がね、回ってない気がするのは俺だけかな。うん、おいしい。野菜も焼きたいな。何ですか。いや、置く場所ねえのに置くんだと思って。焼きましょう、焼きましょう。これは私がいただきます。いただきます。美味しそう。いただきます。うまっ。うん、美味しい。めっちゃジューシー。サンチェ食ってねえな。うん、皮がね、パリパリ。やっぱ炭で焼くと美味しいわ。相当美味しいわ。なんか包みがなくなっちゃうのが寂しいな。まあ、ゾコさんとか特にね、子供の頃からよく来られてから思い出がありますよね、うん、かなりね。家族でね、小学校の時は絶対海水浮きよったもんね。いつからかな。昔はね、めちゃめちゃ海水浮きよったよ、うん、いっぱいいろんな人が。うんうん、どんどん20日市が変わりますね、うん、嬉しいような寂しいような。昔を知ってる人からしたらどんどん寂しくなってるよ。あのミナゴンとかはアジナにナタリーってあったの覚えてる？うん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 。なんか遊園地があったの聞いたことあるんですけど、記憶はないんですよ。ここ遊園地だったよって言われてて、今じゃ信じられないですよね。うん、だからまあ子供の頃俺のイメージはそうだから。遊園地ですか？遊園地。時代の変化とともにね、みんなの娯楽が変わってくるのはしょうがないんだけどさ、うん、寂しいよね。そうですよね、うん、特に今さ、あのこういうアウト何アウトドア、アウトドア、そうそう、流行ってんじゃん、うん、流行ってるもんかかわらず、なんかなくなっちゃうのは寂しいよなと思ってね。そうです。このキャンプ場がね、なんかこう綺麗になるとかだったら嬉しいけど、なくなっちゃうってなったらちょっと寂しいですよね、うん。ここ以外にキャンプ場ってないんですか？どこが？宮島に。宮島にはない。うん。うん、かな？わからん。でも本当はね、こういうバーベキューとかをリスナーというか、リスナーさん？うん。リスナーさんというかさ、お世話でね。そう、やりたいんだけどね、もうなくなっちゃった。この場所がなくなっちゃった。なんか新たにね、キャンプ場みたいなのができたらいいですよね。ここでさ、大型宿泊施設を建てるって話があるじゃん。あ、なんかあるみたいですね、うん、本当なんですね、それは、うん、もうなんか市の政策に入っとるけどね。うーん、あんまり声を大にして言うのもおかしいんだけどさ、うん、してほしくないって。正直なところ、ね、いろんな思いがありますね、うん、なんか外の企業が入ってくるのが嫌とかさ、うん、そういうのじゃなくて、うん、ここの場所、うんうん、がなくなるのが、うん、楽しいですよね。え？乗り旅。いらないですか、乗り旅。乗り旅大好きなんですよ。乗り美味しい。子供がずっと食べてるイメージ。うんうんうん。子供好きです。うちの息子、子供か。乗りばっか食べないのってこれ。乗り旅高いじゃないですか。あ、そう。うわ、うわ。ヨコさんに全部かかる。そう。全部で。知っとる。いい男のところに煙って集まるんだって。しゃあ、じゃあ行くぜ。行きましょう。もうサーロインステーキ。バーベキューといえば肉や。レッツゴー。レッツゴー。行く。よっしゃあ。やべ、超いい感じに焼けてんじゃないこれ。いい感じです。いい音も言ってます。ファイヤー、ファイヤー。めっちゃ焼けてますね。めっちゃいい感じじゃない？中まで火通る前に焦げるんじゃないか。熱っ。あ、いい感じ。あ、見て、熱っ熱っ。ファイヤー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 。熱いね、熱いね、熱いね。これやべえよ。やばいやばい。ちょっと待って。うわー、めっちゃいい。美味しそう。ファイヤー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 。めっちゃいい感じ。食べたい。超ファイヤー。ほれ、えいえい。速攻下から行くんじゃないの？
なんで上から行く、なんで上から行く、はい、上、あー使った、いきましょう、いただきます、うん、あ、美味しい、うまい、一番好きかも、うわ、めっちゃ美味しい、ザ・バーベキューみたいなことできましたね、これは美味しい、バーベキューのおすすめ、あのステーキ1個を買ってきて丸々焼く、あ、いつも美味しい、あ、うまいうまい、うん、美味しい、今月いっぱいで包みがなくなる前にね、バーベキューできてよかった、うん、包みを味わいました、うん、包みが浦ありがとう、ありがとう包みが浦、最後にいい思い出させてくださった、うん、私もここで何回も思い出ありますもん、友達とバーベキューしたり、青春の場所ですよ包みが浦、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、ちょっと包みがあるでバーベキュー、撮らせてもらいました。はい、実はもっとね早い段階でやりたかったんだけど、なかなかタイミングなくてね、あのこの機会になってしまったんだが、はい、包みがうらのね、今の運営が3月いっぱいをもって終了ということで、次いつできるかちょっと分かんないんですけど、僕はここでのバーベキューがあのね大好きなので、うん、また復活してくれることを待ち望んで、この動画を終わりにしたいと思います。はい、はい、この動画見てくれてる方もね、昔ちょっと包みでバーベキューしたことあんだよとかいう人いらっしゃるかもしれないんでね、うん、はい、ぜひ思い出してもらって、また復活するか分かんないですけどね、した際には、ここでバーベキューっていうのもいいのかなと思うので、よろしくお願いします。はい、はい、軽水館チャンネルでは宮島の情報だったりとか宿のことを、いつも配信させてもらってます。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。